大堀123のちょっと聞いてよ20分。はい、どうも、こんにちは、大堀123でございます。さあ、久しぶりのちょっと聞いてよ20分第5回目ということでね、ちょっと聞いてよ20分はですね、私の音声のみの20分間で、皆さんのお耳にですね、楽しいひとときを、なんて言いますかね、聞いていただきたいという気持ちを込めましてですね、今までずっと、まあ、この5回目まで、まあね、結構ね、まあ、ギブソンのサウンドレビューとかもやってきましたし、結構まあそこそこ、まあ、聞いてくださってる方もどうもいらっしゃるようで、非常にありがたいなっていう気がしてます。本当にありがとうございます。さあ、区切りのいい第5回目ってことで、僕はね、別コーナーをまた立ち上げましてですね、まあこれはふとしたきっかけでできたことなんですが、大堀ジニーさんの、アコギのすすめっていうのが、まあありまして、これをね、大体今のとこ計3回、あのビデオ形式でね、本当に本格的だっていうか、まあ動画でねっていう形でやってるんですけど、それでね、ギブソンの J45 とか、私の持ってる高峰のエレアコ2種類をですね、今のところ、レビューしてきたわけですけれどもね、ルックス編ということでやってきたんですけど、その中でね、まあその使われているね、トップ材とトップの木材だの、サイドバック材だの、ネックの木の材質だのっていうことを話をしてきたんですけど、まあスプルースとかマホガニーとかローズウッドとかメイプルとかね、そういう話を、まあエボニーとかもしてきましたけれども、さあその木材、そのエボニーとかなんとかなんかなんだということでね、まあそういう、まあアコギの使っている、まあ今回ね、アコースティック、まあアコースティックに限らずエレキギターもそうです。他で言うなら、例えばバイオリンにしてもコントラバスにしたってね、いろんなところでいわゆる楽器と木、木材、木だよねっていうのは非常に切っても切れない関係なんじゃないかなと思ってるんですけど、特にやっぱこのアコースティックギター、まあね、今でこそ例えばなんて言うんですか、あれだよ、カーボングラファイトとかオールカーボンとかね、今レインソングってとか出してますけど、そういうのも確かにまあ先進的でね、先鋭的でというかいいなって感じするんですけど、やっぱりなんだかんだ言っても私はね、もうそれこそちゃんとした天然の木材を切ってですね、制作して、やっぱりちゃんとした木材を使ったそのアコギっていうものがやっぱりアコースティックなんじゃないのって思うんですけどねさてね、その大堀一二さんちょっと聞いてよ20分第5回目ということで、今回はまあそのアコギの木材についてということなんです。さて、まあそういう話をねしていきたいと思います。トップ、サイドバック、それぞれに使われている木材とかね、いろんな種類が実はありまして、本当はもっと細かいこと言ったらキリがないんですけど、まあざっくり、まあちょっとね、ちょっと詳しいこともまあ入れながら、今日はねちょっといろいろ調べてきたりもしましたので、ぜひ、お付き合いいただきたいなと思いますさて、やっぱアコースティックギターって言って、やっぱりほら最初にやっぱり目につくのがね、トップですよね、あのこうボディの、ね、最初のこううわっとこう、まるでアコースティックの顔じゃないっていうところのね、表面ね、トップの表面、トップっていうんですけど、このトップに使われてる材っていうのは大体主にスプルースっていう松のね一種なんですけど、そういうのが多いんです。で、非常にこれね、まあ本当にいろいろなもうアコースティックギターのほとんどに使われていってるっても過言ではないわけですけれども、これ振動がね、非常に振動係数がすごいいいと、振動が伝わりやすいってことで、このスプルース非常に軽いとも言われてますね、この軽い材とも言われてるんですけども、よく使われるやつですけれどもね。さあこれ種類がね、ヨーロピアンスプルースとかね、シトカスプルースとかね、アディロンダックスプルースとかね、あるんですけども、このヨーロピアンスプルースっていうのはもう文字通り、いわゆるヨーロッパ産のスプルースね。結構ね、ね、ヨーロッパとかの緯度が高いですから、結構そこそここう、寒いところでこう、見られるような感じがしますね。ヨーロッパって言うと結構緯度も高いですし、シトカスプルース。これもね、結構シトカスプルースが結構使われてるのが多いんじゃないかなと思います。いろんなギターの中でもね。そこそこの例えば値段するやつでもシトカスプルースって結構使ってるの多いんじゃないかなと思います。シトカスプルースっていうのはこれ北部アメリカでね、作られているんですね、で、に自生してるんで、
作られてないんだ、生えてるんだね、ごめんごめんそれでね、あとアディロンダックスプルス、これはね、これも同じく北アメリカ、北部アメリカってまで生えてるもので、まあ通称レッドスプルースとも言いますけれどもね、まあこれアディロンダックスプルスは非常に希少と言われててね、うん、スプルースの中で例えばやっぱりこのアディロンダックを使ったギターになると、ちょっと普通のまあいわゆるシトカとかヨーロピアンに比べるとちょっと値段が高くなるんですけどね、まあこれやっぱ希少価値が高いってことが一つ大きいんでしょうけどね、まああとこうすごいこうアディロンダックはパワフルだと、パワフルなこうサウンドを醸し出すことができると言われているんですけどね。あとね、まあ、トップ材で他に使われているやつ、スプルスだけじゃないんです。例えばね、杉。これシダーって言うんですけど、僕がまあ、高峰で持ってるので、実はトップのやつはシダーのやつ持ってるんですけどね。非常にこう、スプルスよりも柔らかい音が出ると言われてるんですけどね。まあでも僕の高峰のジャンボタイプなんですけど、あのシダーっていうのを使ってるのは。まあやっぱり硬い音がすれば高峰らしさがある。っていうのも一つあるんでしょうけど、非常に硬い音がするような気がするんですけど、これはまあローズウッド、後で説明しますけど、ローズウッドっていうのもあるのかもわかんないですね。で、まあマホガニ。トップでマホガニもたまにね、使われることがありましてね。例えばギブソン。ね。まあ僕は最近、まあちょっとネットいじくったりして見てますとですね、オールマホガニで出てるようなやつもあったりします。年代物のギブソンでもね、アコースティックに関してですけども、ありますね。まあオールマホガニ。結構、まあ、よく 見かけるんじゃないかなと思いますね。さて、まあ、トップ材はこんな感じ。では続きまして、もうこのサイドバックっていうのが一番こう、いわゆる側板と裏板ね。要するにこう、ね、横から見たのと後ろから見たのってことですけどね。このサイドバックっていうのがやっぱり、まあ、トップ材もそうですけど、やっぱりサイドバックが一番注目するべきところというか、まあ、そんな感じが僕はするんですけれども。もちろんトップも大事なさ、まあ力木をね、トップ材って力木を裏に貼りますから、まあその分トップ材にも非常に強度が必要なんですが、まあそれとやっぱサウンドを大きく左右する、もちろんトップがないといけないんだけど、もちろんサイドバック、これもやっぱ忘れちゃいけないと思いますよ。うん、サイドバックはもうトップ材とは全く違った、まあ全くとは言わないけど、ほとんどもう違ったような種類の木を使うんですけどね。さあ、サイドバックやっぱりこれがないとダメでしょう。ローズウッドね、これはもう、本当にローズウッドって言いますと、まあこれ豆の仲間なんです。ほら、このジャックと豆の豆だよ。まあほら、枝豆とか、あれの仲間なんだって。それでね、その木を切った時の香り、匂いがこうするんだけども、非常にこれがバラのような匂いがするからローズウッドって言われるんですけどね。それとかね、僕があと聞いたことがあるのは、その木を切った時の切り口ね、まあこれ年輪の多分あれでしょうけど、すごいその切り口がすごくそのバラのようなその感じ、形をしているというふうに言われてる。それも一つローズウッドのその名前の由来になってるっていう話を聞いたことがあるんですけどね。まあこれちょっと本当か嘘かちょっとわかんないんですけど、まあそういう話を聞いたこともあります。まあ大体ローズウッドっていうと、大体こうインド産のローズ、東インド産のインディアンローズウッドっていうのが大体こうローズウッドっていうふうに例えばお店とかで書いてあったりすると、大体インド産のローズウッドが多いと言われてますね。まあ非常にこう美しい縞模様ね、本当に美しいです。種類によってはね、例えばそのローズウッドのその木ね、木のね、その部位によってはね、本当に美しい模様を出すようなね、木目のローズウッドとか出てきたりすることもあるそうなんですけどもね、非常に縞模様が美しい、本当に美しいですね。僕が持ってるヤマハも、まあこれは計らんだって言うんですけど、非常にもう美しい縞模様ですね。ローズウッドの仲間なんだけど、計らんだので、非常にバイオン成分が大きいって言われてます。本当に他のマホガニとか、まあ後で説明するけど、マホガニにしてもメイプルにしてもですね、まあ確かに音量はあるんですけど、まあやっぱりね、このローズウッドの音量にはちょっと若干負ける気がします。やっぱりね、ローズウッドっていうのは非常にこうバイオンが、やっぱりバイオン成分が非常にこう大きいというか、やっぱりボリュームがあるなっていう気がします。音量がね。で、非常に中低音域がやっぱりはっきりしてる。まあ本当にこう、いわゆる低音部とかしっかりした音が出してる、低音部のサウンドは非常に大きいんじゃないかなと思います。で、非常にきらびやかな音が出るしね。うん、まあヤマハの僕は LA っていうのを持ってるんですけど、非常にきらびやかな音をしますし、まあやっぱりローズウッドっていうのは綺麗な音もをするんだなっていう感じが、すごい僕もそのイメージがありますけどもね。さあ次行きましょう。非常にね、音の伸びもいいねって感じですよ。サスティンっていう言うじゃないですか。非常に音の伸びは素晴らしいと思います。うん、音の伸びね、Q
共鳴するのもこうすごくこういい振動効率を持ってると思いますし、でね、他にはこう指板とかブリッジにも使われるということでね、ギブソンの年代もの、まあ、60年代とかになるとね、のギブソンとか J45 とか見たりしますと、サドルとかでローズウッドサドルとかって言って使ってるようなのもあったりします。じゃあ種類いきましょう。今日はね、ちょっと聞いてよ20分って言ってたけど、20分超えるかもわかんないね。拡大版になるかもわかんないけど、皆さんちょっとお付き合いくださいね。さあ、種類はね、インディアンローズウッド、まあ、先ほど言いましたけどもね、これが大体ローズウッドといえばインディアンローズウッドを指すということぐらいで、指すぐらいね、インディアンローズウッドというのは多く使われているわけですけどね、東インド産、まあインド産ローズウッドってことですね。さあ、ホンジュラスローズウッド、まあ非常にホンジュラスといったら、まあ大体こうアメリカね、とか南アメリカと北アメリカの大体こう中心ら辺に確か あるという記憶がちょっとしてるんですけどね、このホンジュラスローズウッド、ホンジュラスという国があるんですけどね、そこでおそらく取れるものだと思うんですけど、マダガスカルローズウッド、これマダガスカル産のローズウッド、ほらもうマダガスカルとだからアメリカのアフリカか、ごめんなさい、アフリカの南の方に行きました。こうちょっとこうね、ちょっとしたこう島があるじゃん、大きい島がマダガスカルっていうところあるんですけどね、非常にこのマダガスカルローズウッドも高級機種で使われているものが多くって、まあ、やっぱマダガスカルローズウッドって言ってやっぱ非常に高くなりますよね。まあ音もいいんだと思うんですけど、でやっぱり測らんだよね、え、ハカランダっていうのはブラジルローズウッドっていうんですけども、まあ、ハカランダっていう名前はね、他にも実はハカランダっていう名前の植物があるみたいなんだけど、木だったかな、まあ、それとはまた別のやつで、これはブラジリアンローズウッドのこれ通称でハカランダって呼んだりすることもあるんですけど、まあブラジル産ローズウッドね、もうねそれこそ60年代じゃない、もっと前だな、まあ大体60年代以前の例えばマーティンとか普通に実はハカランダを使ってたんですよ。ギブソンでも、シバンとかブリッジで実はハカランダを使ってるっていうのは実は、まあ、年代物でね普通に使ってたわけです。だからハカランダって言っても当時は普通に別に使われてたものだったんですけどね。でもやっぱりこう森林伐採とかでね、非常に数も少なくなって、そしてブラジル、本国ブラジルでもね非常にその保護政策ということで、まあ、自分たちの経済、国を発展させようということで、まあそのまあ、ブラジルの保護政策というものが始まってですね、現在非常に入手困難となってしまいまして、ハカランダを使ったらもうガクッと値段が上がっちゃうっていうぐらい、ヤマハとかでもねハカランダたまに3ピースでね、要は3分割してバックでやったりサイドバック使ったり、バックで特に3分割するんですけど、そういったのでヤマハとかはたまにまあ多分ヤマハもストックした分でもハカランダ使ってると思うんですけど、非常にもうそれぐらいもう本当にカスタムでもう100何万とかねするようなレベルのやつで、たまーにハカランダを使ったやつが出てくるんですけど、まあ、それでも本当に希少な材なんで、そんなにもうそうそう使えるものじゃなくなりましたね。あとマーティンのねオーセンティックで、例えば D45 のオーセンティックっていうのが種類があるんですけど、オーセンティックということでやっぱ500万ぐらいするの、それもハカランダ使ってるんだけど、わー高いなって感じはしますけどね。だからまあ全く使われてないってことはないみたいなんだけど、例えばカスタム品ね、カスタムオーダーしたものとかっていうのはまあハカランダを使ってる場合っていうのは非常に多いんですけれどもね、うん、まあということでハカランダ、まあ僕もね、山の LA ハカランダサイドバックハカランダ使ってるんですけど、まあ非常にきらびやかな音するし、まあローズウッドの特徴を押さえておきながら非常にバランスがいいって言われますね、この音質量もとか見た目もすごくそれともにねバランスの取れたものをだと思います、ハカランダね。ということで、まあハカランダもローズウッドの一種ということでね、最後にまあちょっとおまけなんだけども、まあローズウッドのね、取れる場所によってはね、その取れる部位によってはミスティックローズウッドって言ってね、まあこれはねローズ別にミスティックローズウッドっていう種類があるわけじゃなくて、これインディアンローズウッドの、ね、一部なんですけどもと思います、うん、そういう僕が調べたらそういう感じになりましたので、ミスティックローズウッドっていうのはこれ種類じゃなくてね、本当にこう見た目がエキゾチックっていうの、本当にこれね調べていただいたら分かりますよ。よく楽器店とかでもねミスティックローズウッドっていう材を使ったようなギターっていうのは、まあ、ギブソンとかでもギブソンが多いかな、ギブソンのアコギでたまにカスタム品とかで出たりするんですけど、非常に木目がこうもうなんかもう本当にこうローズウッドの縞模様、もっと縞模様がこううわっと凝縮したようなね、非常に綺麗な、綺麗というかね、まあ好みだろうと思うんだけど、でも非常に美しいんじゃないかなと、このエキゾチックの木目が特徴ということで、まあ
ローズウッドの取れる箇所によってはね、その取れる部位ね、によってこのミスティックローズウッドって本当にミステリアスなローズウッドっていう名前が付けられるぐらいね、美しい木目のやつが出てくるような場合もあるんです。まあね、それでね、ローズウッドが使用されてるアコギっていうのはもう、ギブソンの J45 のカスタム品とかでもね、使われたりしてますし、マーティンのね、マーティンはほとんどじゃないですか、DK、いわゆるドレッドノート系とかトリプル O とかでもね、まあ、D18 番系はあんまり使われてないですけどね、とか18番系は使ってないかな、18番系以外、例えば28とか、35、45とかね、そういう42とかもそう、41もそうですけど、それもね、ほとんどもうローズウッド系使ってますね。ヤマハとかテイラーも使ってます。本当にいろんなところでローズウッドってよく使われてますね。ということで、もう上げればきりないです。高峰だってローズウッド使ってますしね。さて、次。ローズウッドの次に、まあ、ポピュラーかなと思うのはやはりマホガニ。マホガニね、さっきトップ材で紹介しましたけども、これ、センダンの仲間。センダンカット。センダンっていうのは皆さん見にピンとこないかもわからないんですけど、僕はね、非常に昆虫が大好きでね、センダンと聞くとね、なんとかセンダングサとかね、ハマセンダンとかっていう、ね、その、まあ、食草、その、例えば蝶々なら蝶々のね、食べる幼虫のその、食べる草みたいなのあるんですよ。それなので、センダン、なんとかセンダンとか出てきたりするんですけど、それでこう、ピンとくる。僕はピンとくるんですけどね。センダンの仲間という。非常にね、これね、まあ、前回、まあ、アコギのすすめでもね、J45 とか、あと、高見とかね、6連ペグアコギでもね、そのマホガニについてちょっと触れてますけどもね、非常に軽量、非常にね、僕も J45 持ってる非常に軽かったんですけども、軽いんです、本当に軽い、軽量です、非常に軽いと思います。そしてね、非常にこれね、ちょっとこう例えば曲げたりするじゃない、サイドとか曲げたりするんだけど、非常に曲げやすかったり、まあ掃除で言うならつまり加工しやすいっていうことなんですけど、まあ、本当にマホガニね、楽器に限らず他にもいろんなねところでシチュエーションでこのマホガニってよく使われるんですけども、非常に加工しやすいということで有名です。で、まあ非常にまあ中音域がね、非常にこうはっきりしてるというふうに言われています。まあ確かにギブソン僕持ってますけど、非常に中音域、高域よりもね中音の方がやっぱどっちかというとはっきりしてる感じがします。でもね、まあギブソンのこれ特徴もあるのかも分かりませんけども、まあ、僕の持ってる J45 非常に低音域もね硬い音が出ます。僕の持ってる J45 に関してはね、マホガニサイドバック使ってるんだけど、低音もね結構そこそこいけるんじゃないかなって僕は思ってます。非常に耳につかない程度にバランスがいいなって感じがします。そしてね、まあこれよくザクザクしてるとかカラッとした音とかね、よく楽器店でもねそういう感じでこうして、本当にそうだと思います。ザクザク系、こう、ざっくりしたような音がこう、するような気がしますね。ストロークには最適。うん。本当に、ストロークの歯切れがいいんですよ。だから本当にストローク系の、には向くというか、非常にバッキング系とかにはね、こう、向く、アンサンブルとかでも非常に溶け込みやすいっていう感じがします。まあね、まあ、よく言われるのが、例えば、下手なローズウッドよりもね、マホガニーの方が下手したらいい、良かったりするっていう場合もありますし、うん、ローズウッドだからといってね、マホガニーの方が劣るかというと、そんなことはもちろんないですしね。非常にね、まあ、このマホガニーっていうのは、いろんな、まあ、モデルに使われたりしてるんですけど、非常にね、比較的低価格、非常にコストも抑えられるってことでね、比較的低価格なモデルで使われてるってことが多いですけどもね、まあ、やっぱ10万円台にしてもマホガニーが結構多いと思いますし、うん。でもね、まあ、僕が持ってる J45 も、サイドバックマホガニですから、まあ J45 ね、やっぱりそこそこ、まあ二十何万とかね、しますから、まあ結構そこそこ高いんですけども。まあね、やっぱりね、このマホガニを使った本当に有名なモデル、名機と呼ばれているやつ、非常に多いんじゃないかなって僕は思ってます。うん。低価格なモデルに使われてるとは言いながら、結構ね、まあ、そういう使ったような有名なモデル多いんじゃないかなと思ってます。でね、後でも説明しますが、このマホガニっていうのはこのネック材、ネックの話もしますけど、このネック材にも使用されてますね。僕がね、この、まあ僕が持っている高峰なんかもね、ネックはマホガニですけどもね、J45 もマホガニですね。だからネック材もよく使われるっていうことで。種類はね、もうホンジュラスマホガニ。これはね、原産はメキシコ南部。まあホンジュラスという国でもおそらく取れるんだと思うんですけど、非常にこれマホガニの最高種、まあ、非常に希少と呼ばれているんですけどね、非常にホンジュラスマホガニ非常にいい材だと言われてますね。ね、僕の持っている J45 もホンジュラスマホガニを使ってます。
で、アフリカンマホガニー、これアフリカ産のマホガニーねというような感じで、マホガニーもいろんな種類があるわけですけども、使用されているアコギマホガニー、やっぱりギブソンの J45 ね、もうこれも絶対外しちゃいけないよね。ギブソンのハミングバード、ギブソンの L1 ロバート・ジョンソンモデルね、ギブソンの L00 うん、もうこれもマホガニー、いわゆるブルースキングと呼ばれてるやつね、とかあとマーティンの D18 とかね、あとまあ高峰でもね、よくあのサイドバックマホガニーとか使ってるのもいっぱいありますね。ということで、ギブソンのアコギに関しては非常にこのマホガニーを使ってるっていうのは多いと思います。まあアコギに限らずエレキでも結構マホガニー、ギブソン使ってる場合が多いんですけど、まあ非常にだからそのマホガニー使った、まあその名機というかマーティンの D18 にしてもそうなんですけど、非常にマホガニー使ってるのが多いんじゃないかなというふうに思ってます。さあ見事にこれ20分過ぎてしまいましたけれどもね、まあなかなか走るのも難しいですけど、さあ次マホガニーの次、さあメイプルや、メイプルといえばあのカエデね、皆さんもご存知かい、カエデですよ。あの、メイプルシロップっていう、ほら、ね、皆さんも食べたことあると思うんですけどもね、メイプルシロップに使われているあの、メイプル。これ、カエデ。ね、なんですけれども、あの、樹液がね、メイプルシロップになるわけですけども。まあ、カナダの国旗。ね、あの、皆さんご存知じゃないかなと思いますけど、カナダの国旗のあの、葉っぱ。あれもね、実はメイプルなんですよ。カエデなんですよ。で、非常にこれね、メイプルっていうのはさざ波模様、まあ俗に言うこう虎目なんていうね、もう虎目とか言う人いるじゃない、あの非常にさざ波模様というかね、こう本当についてるというかね、が特徴なんですけどもね。でマホガニーにもね、たまに例えばそのちょっとこうさざ波っぽいような模様があったりするんですけど、それはまあキルテッドマホガニーとかって言うんですけどね、まあさざ波模様、メイプルにかけずマホガニーでも非常に綺麗なものあると思いますね。で非常に硬い、非常に硬い材なんですよ。うん、まあ、非常に硬いし、ネックとかでも非常に強度が強いということで、強度が非常に高いということで、非常にこのネック材でも使われる場合にも多いし、エレキギターでもね、使われているのも多いですよね。例えばフェンダーにしても、リッケンバッカーとかにしても非常にメイプル使ってる人がありますもんね。うん、で非常に高質かつ立ち上がりがいい、立ち上がりがいいとか、はっきり粒立ちがいいとかね、はっきりした音がするなんていうことをよく耳にしますけど、本当そうだと思いますね。僕が持っているあの高峰のエレアコンメイプルで使っているやつもありますけども、非常にはっきりした音、立ち上がりが本当にいい感じがします。で非常によく言われるのはこの高音域が非常にこうはっきりしていると言われますけどもね、確かにそうだと思います。まあ、ギブソンの J200 に関してはね、まあ、ボディ溶石も相まって低音がバリバリ出てるんですけど、まあ、高域がよく出てるとも言いますし、まあ、全体的にやっぱりなんだかんだ出て硬い音がしますので、ストロークしてもいいし、フィンガーピッキングでもいいなって感じがしますね。ということで、でヨーロピアンメイプル、まあ、非常にドイツの地方、ドイツ地方原産ということでね、このメイプルの中でも非常に硬いで、いわゆる音響特性にも優れているっていうのがこのヨーロピアンメイプルですね。でカーリーメイプルね、カーリーメイプルっていうのはフレームドメイプルとか言いますけども、非常にこう、まあ、いわゆる言われるのがこう炎みたいなね、炎みたいな木目を持っているというふうに言われますね。そしてまあカーリーメイプルと同じような関連してですね、キルテッドメイプル、まあこれがね、僕はメイプルって言ったらやっぱキルテッドメイプルをこうふとパッと思い出すんですけど、例えば J200 とかでもよく使われてるんですけど、非常にこのさざ波模様がもっとはっきりしてる、あの鱗状の美しい木目を持ってるという、非常に希少でしてね、でかつね、非常にやっぱりキルテッドメイプルを使うとやっぱりちょっとお値段高くなっちゃうんですよ。非常に高価なものなんですね。で、ギブソンの J200、 ギブソンのダブとかね、ダブズインフライト、ダブの中でも非常にいわゆる上位機種なんですけど、ダブズインフライトとかね、スクエアショルダー系、まあハミングバードでもたまにまあカスタム品だったり年代物のイレギュラースペックって言うんですけど、これはギブソンの遊び心とかでたまに違う材を使ったりする場合があるんですよ。でこのハミングバードとかでも普通サイドバックもハワイなんだけど、これはギブソンの遊び心だったりするんですけど、たまにサイドバックのメイプルバックっていうのは非常にメイプルっていうのがあったりするんです。でギブソンの J45 でも年代物で例えばメイプルを使ってる場合もある。でショップオーダーとかのカスタム品でもたまにメイプルができたりすることもありますね。ということで、まあそんな感じです。メイプルはこういう、まあ、非常にまあ硬い音がしてて非常に僕は好きなんですけどもね。さてまあサイドバック、非常にまあ要と言っても過言ではないサイドバック材の説明はこれで終わりまして、さあ次
芝生、そしてブリッジの話ね。まあ芝生ブリッジもね、非常にこうパッと見た時にはっきりこう分かりやすいものが多いですね。例えばエボニーとローズウッドの違いとかね、今からそういう話も説明していきますけども、さあエボニー、エボニーっていうのはこれ黒檀とかって呼ばれてるんですけど、非常にこう硬いし重たい、硬くて重たい材なんですけども、でまあやっぱりこういわゆる高級機種とかね、まあそこそこ値段のするアコギとかでなるとなってくるとですね、非常にやっぱりエボニーが使われている場合っていうのは非常に多いと思いますね。本当にもう本当に一目見ると本当に黒いんですよ、黒檀というぐらいですから非常に黒くてですね、まあやっぱりこう、まあ、艶っぽいというか、まあ、艶っぽいって言ってもこう例えばラッカーとか軽く拭いてあるのかもわかんないんですけど、非常にこう、そういうイメージがありますね。まあ黒、本当に黒です。見た感じ、あ、これすぐエボニーだって分かるような感じの本当に真っ黒なやつなんですよ。それでね、やっぱりねこの見た目が真っ黒ということに関して、まあその見た目が黒いという、まあそれもある意味美しいじゃないですか。でその美しさに劣らずですね、このやっぱり引いた時のね指板のこう指の滑り、指板の、まあ、自体の滑り、非常にエボニーいいんですよ。引いた際のこう滑りも非常に滑らかですしね。でやっぱり見栄えもいいし、まあ、黒く美しいですしっていう話も今しましたが、もうヤマハのね僕のあの LA っていうのも先ほど言いましたが、指板はねもちろんヤマハほとんどエボニー使ってるのでエボニーなんですけど、本当にもうこう引っかかるというかそんな感じがあんまりないです。本当にこう滑なんかこうフィンガリングとかたまにリードとかするんだけど、メロディー弾きとかするときあるんだけど、全然こう本当滑りもいいしね、ああこれかみたいな、弾きやすいと思うんですよね。やっぱエボニーっていいなと思うし、見た目も素晴らしいけど、やっぱり弾いた感じがやっぱりなんだかんだって弾けるね、弾きやすくないとやっぱりダメですよね。でね、非常にこのエボニー、まあ先ほどハカランダも貴重だって言います、まあいろんな木材ね全体通してだんだんいい木材少なくなってきてるって話なんですけど、このエボニーってのは特にやっぱ希少でして、まあギブソンなんかもね、まあエボニーとか始めそのなんか違法なね、まあ、取引やったとかなんとかで、まあちょっと詳しいことわかんないんだけど、違法で伐採したり勝手に取ったりなんかしてて、なんかそれでなんか罰金取られたりしてるっていう、エボニーも確かそれ入ってたんじゃないかなということで、エボニーも非常にこの希少価値がありましてね、本当にエボニーもだいぶ取れなくなってきちゃってて、まあギブソンのアコースティックに関してはですね、エボニーを使用しなくなりました、使用停止になりました。まあその違法で伐採してたっていうことも影響したのかも分かりませんが、ギブソンのアコギ、まあねつい最近までエボニーを使ってるやつ、ソングライターとかねとか、あとカスタムものでもね使ってるのあったんですけど、もう使われなくなっちゃいました。残念ですね。だってマーティンとかで使ってるんだからね、ぜひ使ってもらいたいんですけどね。非常にエボニーは弾きやすいですしね。ということで、まあヤマハね使ってるやつといえばですね、やっぱりヤマハとかね、ほとんどの機種でエボニー使ってますし、マーティンももうほぼまあ決定価格帯でないもの、ある程度値段がするものであるのは D でもトリプル O でもダブル O でもほとんどエボニーだと思います。ギブソンでもたまにエボニー使ったけども今もないですけどね。まあということでエボニーもね、まあ高峰でも一部エボニーは使ってる、ちょっとグレードが高いものエボニー使ったりしてますしね。あとはまあ先ほど言いましたようにローズウッドね、ローズウッドも芝で使われることも多いですね。まあエボニーよりは若干価格も抑えられるしということでしょうけどもね。ということでね、今まで、ちょっと長かったですけどね、サイドバック、そしてトップのね、まあ、木材に関する話、細かいこといっぱいしていくよってことで、話をしていきましたけどもね、まあ、こういうことで、皆さん少し、分かっていただけたかなと、長くなりましたけどね、まあ、非常にアコースティックギターは、特にやっぱりこの木材っていうのは非常に影響するし、使う種類によっても非常に音は違うしね、まあ、ってことで一つね、まあ、ギターをもし買うとかね、弾いてみるときのね、ちょっと参考にしていただけたらなと思います。で、ちょっとね、結論ね、まとめてみたんだけど、まあ、どの木材が一概にいいとは言えないんです。もう、そりゃそうですよね。別に、ローズウッドが希少、まあ、確かにローズウッドの方が確かに値段高くなるんだけど、ローズウッドよりマホガニーの方が劣ってるかというと、そんなことはないし、好みの問題だし、下手したらマホガニーの方が、あ、なんか音いいんじゃないって思うときもあるし、
まあ、僕もね、今までメイプル、マホガニー、ローズウッドとかね、他にまだウォールナットとかね、クルミの木なんだけど、ウォールナットとかね、あといわゆる最近、まあ、だいぶこう人気というかね、よく出てきてるのハワイアンコアとかね、ウクレレとかで使われてたんですけど、最近アコースティックでもね、ちょっといいものになってきますと、まあハワイアンコア非常に高音域がいいなって言われてるんですけど、このハワイアンコアとか、あとまあ細かいことで言うなら柿の木の仲間でね、ジリコーテとかね、はからポストはからんだって言われてるようなやつがあったりとかするんですけどね。もうそれこそあとシカモアとかね、もう本当にいろんな種類が、サペリとかね、もう本当にもうまあ低価格から高価格からいろいろな、本当にいろんな種類があるんですけど、まあ本当にいろいろ種類がありすぎて、どっから選んでいいかも分かりづらいっちゃ分かりづらいんだけどね。まあただどれがいいとは言えない。うん、下手したらまあ本当ローズとかいいとはいいけど、マホガニーもいいなと思ったり、メイプルもやっぱ硬い音だけどいいねとかね、メイプルもいいな、あれもいいな、これもいいよねってなっちゃって、どれがいいなってのは一概に言えないと思います。皆さんもね、それぞれ弾き手の皆さんもね、弾くだけのやっぱ好みもあるでしょうし、まあ、あとはまあそのギターの個性というかメーカーの個性もあるしね。でやっぱり弾き込むほどにやっぱアコースティックは特に音も変わるし、まあこれはね、木材に関しては種類いろいろあるけど、まああくまでもまあ目安ということね。まあ僕のまあある意味こう好きなのはいっぱいあるんですけど、まあ好きだからといってね、これいいとは言えないしね。でまあ最近、まあ先ほど言いましたように、近年ね、まあ非常に良質な木材が減ってきてはいますね。まあ森林伐採とかね、乱獲とかでまあ減ったり、まああと木目がちょっと荒くね、あんま良くなかったりとか、非常に品質のいい木材っていうのはもう本当に前より減ったっていうふうに言われててね、まあその木材に代わるものをね、まあ作っていこうということで、マーティンの一部ではですね、ハイプレッシャーラミネート材とかね、いわゆるこう木材の寄せ集めとかね、あるいはね、先ほど言いましたレインソングっていうところを出しているオールカーボンとかね、まあもうオベーションとかもね、あのカーボングラファイトでね、使っているような種類もありますし、まあそういう革新的なこともあるね、まあそういう方向に向くっていうのは非常にいいことだと思うんだけど、やっぱりね、あの弾いてていい音だなと思わせてくれる魅力っていうのは、やっぱりちゃんとした木を使ったものじゃないかなと思います。非常にそれは焦ないんじゃないですか、そういう魅力はね。うん、だからやっぱり木材を使うこそ僕はアコースティックっていうのはあるんじゃないかなって、僕は見た目もそうだし音もそうだしっていうことです。やっぱりなくなってほしくないなと思いますね、そういうのはね。で皆さんもね、さまざまな材のアコギをまず弾いてみて、好みの機種をですね、選んでみてはいかがでしょうか。まずは何と言っても弾いてみるべしっていうのことで、ちょっとそれが締めなんですけど、本当にまず弾いてみてください。まあ、楽器店にね、立ち寄った時でもね、まあ、値段の高い安い関係ないです。楽器店のね、兄ちゃんとかにですね、おじちゃんでもかはわかりませんけども、ね、気軽に声かけたらいいんですよ。よくね、あ、ちょっと弾いてみますかと言ってくださるような店員さんもいらっしゃいますし、あ、じゃあちょっとこれ弾かせてくれますかって言ってね、本当に弾いてみること。もうアコースティックはね、本当にもうメーカーから、その、今言った木材からもそうなんだけども、そういうのも全部こうどういう音がするんだろうっていうのを含めてね、やっぱりまずは弾いてみることです。大事なことなんじゃないかなと思います。ということでね、今回、まあ、木材に関するもう中心にした細かいスペックの話、以前アコギのすすめでも、まあ、マホガニーとかメイプルとかいろんな説明しましたけども、まあ、ここでちょっとね深く掘り下げてみました。いかがだったでしょうか。ちょっと長かったですけど、ちょっと聞いてよ20分がですね、ちょっと聞いてよ34分とかなりそうですけどね。今日はね、拡大版ってことで。うん。やはりこれを説明するのは非常に長くなりますからね。まあ、ということでね、この木材に関して、まあ、種類をね、まあ、少しでもね、覚えていただいて、ちょっとでもね、こう、何かアコースティックを弾くサイズのね、目安にしていただけたらな、ね、参考にしていただけたらな、というふうに思いますので、ぜひ、今回のこの、ね、長い、トークでしたけどもね、非常に参考にしていただけたらなと思います。ということで、長くなりましたが、大堀一二さんのちょっと聞いてよ20分第5回目、木材に関するお話でした。本当に最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。じゃあまた次回、さよなら、バイバイ。